です。コウアンです。マリンです。ハナタです。レレです。スミレです。アンナです。ひなたです。はい、みもさん。声の調子が出ないということで、ね、ちょっと筆談なんですけれども、私たちが作る本当にいいもの潤滑ゼリー開発プロジェクトをついにメインステージにやってまいりました。私たちだからこそ本当にいいものが作れるんじゃないかと思って、商品開発メンバー19人と全国の業界女性とともに潤滑ゼリーを作っていきたいと思います。そして前回は名前の募集とデザイン投票をしたんですけれども、なんとですね、名前が82件そしてデザイン投票はなんとですね526票、すごい、デザインで決まった一番投票数が多かったもので決定するこちらの発表と、あと名前をですね、皆さんに決めていただくというのもあるんですけれども、まずちょっとその前に最初にやりたいのが、第2サンプルが完成いたしまして、皆さんに事前にお送りしたんですけども、使ってどうでしたかね。これ変えたのは中身はまた変えた。あ、中身は少し変えて、ちょっと成分をまずヒアルロン酸を入れましたね。ヒアルロン酸が外部の刺激から体を守るバリア機能があるので、そちら入れて、まあもともとヒアルロン酸ってもう体にはすでに蓄積はされてるんですけれども、どうしても年齢とともにヒアルロン酸の分泌が少なくなってしまうので、ヒアルロン酸入れたのと、あとちょっとアンケート見てあったのが、他社製品がしみるっていう方がやっぱいらっしゃって、でちょっと調べたら、その染みる原因がなんかパラベンっていうなんか酸性系の成分が防腐剤なんですけど、まあ、個人差があるんですけど、たまにこれやっぱ染みちゃう方もいらっしゃるので、私たちが作ったこのサンプルはパラベン入れないで送らせていただいて、あと粘土と量は前回皆さんにレビューいただいた通りあのままで OK だったので、ちょっと中身の成分を変えたっていう形、使用感は基本的には同じかなっていう形だったんですけれども、なんでこの中身でどうでした。中身は硬いですけど、じゃあこの成分は決定で、で、あと決めたいのがこの袋の材質なんですけれども、大地さん、口って台本にできないんですか。硬いですよね。私も思いました。そうね、なんか私これ出来上がってきた時にこれやるとここで使えるんですよね。そう一回出さなきゃ、白いの中に入れるのは、そうなんですよね。反対側に口を反対側に、はい、プッシュするところで、はい、の方がですよね。あと傘がちっちゃくしすぎちゃったから、なんで商品よりも切り口がちょうど途中側にあるから、ちょっと開けづらいかなと思ったのと、あとは最後がプッシュになった。なんかね、途中まではちょっとずつ入れて、ちょっとずつ出して、はいはいはい、だけど最後の方だけ固くてプッシュって、あー結構娘さんも硬いですよ。力が強くなった入るの、あ、元々、うん、あ、透明のやつの方が良かった。はいはいはい、なるほどね。量でも多いし、量が強いです。ちょっとペッシュの仕方がなんか見えるわけじゃないかな。でも真ん中は硬い、硬い、硬い、力を出してないの。だからプシュッ、だからまあ一気に入れる人はいいんだけど、手前みたいな2段階でやるとしたら、そうするとここのアプリケーターがもうちょっと硬さがあった。そうそうそう。ちなみにここの今切り口がだいぶ下の方にあったんですけど、これをもう少し上にすることでできるんですか。あ、できます、ね、じゃあこの反対向きにしてもらえたら全然いいと思う。この長さはむしろコンパクトでこっちの方が私は好きでした。ここ自体が上に来ればいいんですか。はい、そうそう、切り口上に、切り口上に、で、切り口を反対だったら全然問題ないと思います。そうですよね。コウさんのサイズはこのくらいで、私も横幅は横幅はもうちょっと少ないので、これ本当ベスト、これいいですよね。あとこれだとはよくあるけど、まだ柔らかいから、まあ、こう棒にやるとかある、ね、うん、幅を埋める時とはすごい揃えますよね。全然だけど、コウさん先生絶対大きい方がいいんです。あ、入れやすいですよね。ここ問題で、ちっちゃくコンパクトにはできるんですけど、そうするとどうしても材質を柔らかくしないと作れないから、
シャシャシャ。これぐらいにはもうできない。この素材です。うん、あー、なるほどね。3分の1。なるほど、なるほど。3分の1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 。私もこの素材が全然いいんだろうなと思ってて。そう。前コアのテネットさんが入れやすいから、ここが大きい方が入れやすいよねって言ってたから、これぐらいのサイズなのかな。でも私は持ち運びするときにこれだと多分そんなことないんだと思うんですけど、ブザってあーそうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ、でも今が4回目くらいだから、持ち運びするときとかにこれだとなんか破れちゃってたりとか、確かに破れる、そうそうそう、そんなことないよ、私これいいんじゃないかなと思うんですよ。素材はこの素材の形に、あとでちょっと少しだけ一個だけで本当にみんな生きてる子が多いんですよ、やっぱ廊下も。そうなんですよ、お尻の前に座ってるとかもちょっと変わってるこれでお部屋に持っていくもずっとその中で全てもうドレスも全部そこに入れなきゃみたいなお店もやっぱあるんですよ、これもちょっとしか入れないとかだと部屋に持っていけないになっちゃうと、うん、よくないと思う。あと大量に買った方が安いとかになると、大量100個とかウェドラを入れる、なるべくロッカーで補充したくないとなると、1日に何本も入れて、また次の日補充するのがめんどくさい。そうすると1個っていう。いや、でも全部よくて、素材の仕事にしたらいいよ。そっちは結構あるもんね。これあのカバンに入れたくじゃないですか、さっきちゃんとビタビタってして、大体丸裸なんですよ。カバンの中にローション出てそう。アプリケーターに子供のハイライト。シープですね、うん、ですけども全部で526票いただいて、でただもうこれ圧倒的に1位が決まってます。デザインが可愛いで決定いたしました。あと名前ですね。名前が82たやつでめっちゃいっぱいあるんですけれども、さてこれこの80個から1つ選ぶっていう難しいなんですけど、なんかでも面白いですよね、今のね全部いいですよね。最近一番面白いのは女性のための地域づいてるの。今度急にあの GTO みたいな。確かに。まよちゃん本当にでもたくさんこんなに投票していただいてね。嬉しい。センスがいいなと思って。いっぱいあって。すごいしっかり考えてくれてるやつってありますよね。フランス語とかスペイン語ありますもんね。絶対原作してくれましたよね。グッドナイトゼリーとかね。エキストラピュアウォーターはちょっと長いっすね。でもかっこいいですね。エンジェルスブース。シルハニー。ちょっと美味しそう。美味しそう。でもここから一回じゃあ四つ違ってみんなでこれみたいな感じになりました。難しい。ウルル。おお。ウルル。あら。ウルル。ウルルです。ウルル可愛いですね。可愛いパッケージに合わせて。確かに確かに。確かにこれに合うやつですもんね。そうだってなったら、あ、ウルル可愛いですね。ウルルとあと、でもなんかラブピュアとか良くないですか？ラブピュア可愛い。ラブピュア可愛い。確かに。このカタカナで書いてあるやつとか、英語で書いてあるやつとか、英語で書いてあるやつとか、なんか情熱的な感じしない？確かに、確かに確かに。可愛らしい感じですよね、パッケージが。スムーズドロップもいいかなって思いました。ドロップって確かに。私はシンプルにアイラブゼリーが来た。アイラブサイバーとかアイラブニューヨークになります。須田リオさんに何番がいいか参
か18。お、サンカ18。いいっすよね。あ、ウルル。ウラー。ウピオン。いいですよね。ウルルだったら、カフェとかで話してても、聞かれても困らない。ウルルの話を。アレもスムースドロップ、今から5パターンになってます、うんうん、なんかマーメイドっていうのも変わらない。あ、マーメイド。18番のラブピュアは口に出した時に言いづらいなって。あ、確かに。言いやすさね。ルールだとめっちゃ言いやすいんだよね。合体させる感じですか、やっぱり。ドロップルル。逆にしちゃうとか。ブルドロップ。ウル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 ルンゼリーがありますよ、7番。かわいいなと思った。かわいいですよね。本当にかわいい。46番ウルフバゼリーとかもあるし、ウルフバゼリーとかですね。でもやっぱ英語表記がいいんですよね、うん、この可愛いのデザインだと、うん、ちょっと英語に小文字で、うんうん、小文字いいですよね、可愛い気がします。75番のハートって可愛いなと思って、うん、あ、ウルフハートとかウルフハートとか可愛い、ピュアリーナとかも可愛いかな、ウルピュア、もうみんなもうウルルに何としてもウルルみたいな。どうします、一体4つか5つくらい通ったしか、ウルルも表紙通るからかぶってるか調べるの、ウルルで、ラブピュア、アイラブゼリーでしょうか、で、アデモ、アデモ、スムースドロップ、あとフルルンゼリー、フルルンゼリー、はい。でも55番のディバインドロップって、うん、ディバインってなんか結構神聖なみたいな意味が、うん、すごい最高みたいな、ドロップって可愛いからね、ドロップも可愛い、これは大変だ、そうですね、絞れないな、組み合わせるの良さそう、なんか人気だ、確かにウルルンドロップみたいな、ウルルンドロップいい、可愛いですね、ウルルン、ウルルンドロップは全然違う、ウルルンドロップ、確かに、うん、ドロップって可愛いですね、可愛いね、ウルドウルドなんかこのパッケージにした時に大丈夫かなっていう、その可愛いにちゃんと合ってるかなっていうのは、うんうん、合ってる、合ってる、可愛い、でも撮影の上にひらがなが低いですね、確かにウルルンってひらがなでも全然可愛い、おー、うん、かわいい、ひらがなあった方がいい、かわいい、なんかね、かわいいですね、ドロップはいらないかも、うん、確かに、ドルル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 ルなんか文字がシンプルな方が可愛くないですか、堅実ですよね、ひらがな、うん、丸文字系がいいですよね、そうそう、丸文字系ですね、ウルルのひらがな可愛い、うん、可愛い、可愛い、ここに合う感じ、ここに合う感じは、でも英語の方が、英語がシンプル、落とすっていう意味でウルルンドロップ、ウルルンドロップ、ウルルンゼリー、ウルルンモイストとかは、ウルルモイですね、ウルモイ、ウルモイ、モイストだと、モイスト、あー、かわいいかも、かわいい、ダメなのロボとか、アイラブ、ウルルピュアは、ピュアは言いづらいからダメなんだ、に来た方がいい、ウルルンなんとかってことですよね、ウルルンハニー、ウルルンハニーですね、ドロップだったら大丈夫だけどっていうので、まあ、略した時に略してウルルンって言う、略してウルルンって言う、ウルルンドロップにしてウルルンっていうだけです、確かに確かに、ウルルンだけ文字で画面にして、うん、したらウルルンって、おー、かわいい、メインがもうこれみたいな、でもなんでドロップになったのってなるの、あ、しずくって意味、あ、しずくって意味か、ローマ字とひらがなの中間に大ローマ字になります、いいじゃない、お、そう、気持ちいい、お、お、名前を出していただいた方、商品完成したら1年分プレゼントいたします。みんなもやりませんか、ありがとうございます、デザインはじゃあの
可愛いで名前はウルルンドロップでさせていただきました。ひとまずこちらで一旦ハチをかけさせていただきます。商品完成イベントを開催いたしまして、共同開発者が全員でイベント参加いたしますので、よければ遊びに来てください。こちらの詳細リンクは概要欄に貼らせていただきたいと思います。で皆さん商品こちらで完成という形で、はい、お願いします。私たちが作る本当にいいもの潤滑ゼリー開発プロジェクト、こちらで以上となります。ぜひこちらで商品が完成いたしますので、皆様お楽しみにしていてください。それでは皆様